どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画っていきたいと思います。ということで、今回は新ガチャデュランダル実装ということで解説させてください。いや、めちゃくちゃこういう演出もかっこよくて、剣も持っているというこちらデュランダルなんですけども、新ガチャ全評価いきましょう。サクサク結論からいきますので、ぜひとも高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。というわけで、まずはですね、今回の新ガチャデュランダル結論なんですけども、まず強さの性能としましては、チャンピオンズミーティングでは強い性能があるかなというところです。で、その強いところがですね、まあ、特に短距離で強いかなっていうところが、まあ、かなり明らか、まあ、かなり強いかなとは思っております。で、マイルも、まあ、ルビーに並ぶぐらい強さもあるかなというところなんですが、まあ、客室が追い込みというところもあってですね、まあ、コースによるというところもあります。他にオプションではダートでも魔改造すると強いコースはあるよねという感じで、まあ、チャンピオンズミーティング条件なら強いっていうね、前日からのね、感じにはなっております。で、今回こちらですね、結論の話、ルームマッチも軽くね、暫定育成のものでやらせてもらったんですけども、ルームマッチで、このね、次のマイル LOH どうなんですかっていう時ね、それやったんですけども、それはやっぱりね、逃げが強いです。逃げさん、今回強いぞっていう理由は、逃げがね、複数いるとかなりそのね、リード稼ぎますので、そのリードをまくれないっていう感じとか、あとはチャンミと違って、このね、電光石火あるんですけども、その追い越し対象をどう取るかという話で、モブを追い越し対象を取る場合は、7番手から6番手のモブとかにしないとダメだったりで、ね、それがですね、なかなか電光石火出すのが、LOH は難しいという感じです。なんで、イメージなんですけども、まず、チャンミで強いというところでは、バンブーメモリーの夏衣装の短距離の性能みたいなもの、そしてあとはマイルのルビーにもちょっと並ぶぐらいの性能はあるかなという感じでですね、このバンブーとルビーの、まあ、合わせ持つみたいな感じのイメージがあります。軽くいくとバンブーメモリーは今回ね、すごく固有ね、デュランダルを持っているんですが、固有がすごくで加速2種っていう感じで、まあ、ルームマッチでも短距離だとね、かなりね、強い、ティア1に入るマ娘です。今回同じく短距離でですね、デュランダルを使った場合は、すごく固有、プラスですね、あとはその電光石火のね、加速とかあったりする。そしてあとはね、直線一気なども使えるっていうところが特徴的です。対してマイルで見るとですね、このね、電光石火のね、順位条件がないというところが、ルビーと似ているという感じなんですが、まあ、ルビーは中盤力もあって前に行けますよねっていう話と、電光石火を2つの条件で出せるので、電光石火出せやすいのはルビーになるよねという話です。まあ、こんな感じになるんですが、今回ですね、まあ、最近のま娘見たくね、強くなっております。はい、なんですが、まあ、結論ね、引くかっていうところはね、なかなか迷うところです。個人的にはかなりゲットしたいま娘なんですが、強いけども、時期的に今引くかは悩みどころというのがあります。こちら軽くまとめていくと、まずね、今言った通り、マイル LOH 次に関しましてはですね、やっぱり逃げが強いということでですね、前客室で固める方が、その上位狙うバージョンのね、時は強いです。ただ出した時に爆発力で1位を取る時も、まああるかもしれないんですけども、という話になっているので、まあ上位勢はすぐは使わないんじゃないかなというところです。あとはそうすると次の短距離いつからという感じで、まあ来年ぐらいになるかもしれませんし、あと一番大きいのはやっぱ新シナリオ前ですね。なのでジュエルここで履けるかっていうところとか、まあジェンティルドンナとかね、シーザリオとかいろいろ着てましたし、スリーインラブも着ていたんでジュエルがないっていう話もあります。なので、まあ次ね考えたいところが、正月に引き換え券があればそれで引き換えるという手があるっていう話なんですけども、一応前回の正月はですね、アニメ記念ということで引き換え券あったんですけども、これちょっと特殊なのかなということで、こういうふうにね、1月の1日に引き換え券っていうのは、ウマ娘の引き換え券ね、ある可能性はあるんですけども、確約はできないなというところです。最近のま娘は結構そのね、ガチャの多さとか、引き換え券とかね、いろいろ多かったりするので、まあ3周年以降になっていますので、正月またね、優勝で売られるかなという可能性もあるんですけども、今ね、これが確定ではないですが、あればですね、ここの引き換え券にも含まれるということです。はい、なんで今回ですね、まあ性能で悩む場合ですね、まあ評価は見極めてもいいです。そのバンブーとも厳密にどっちが強いかとか、それもコースによったりするというね、話ですし、ルビー持っていればマイルはルビーでもいいっていう話があるので、見極めるのもありですし、まあ厳密に行くならパカライブ TV ですね、次まあハロウィンの衣装がね、発表されたりすると思うんですけども、見てからも可能です。なんでここですね、今回のガチャも30日まで、シーザリオも30日まであるんですけども、それで、ね、見極めて全部のガチャを見てから引くっていうのは、まあ一応安定行動ではあります。
あとはパカライブ TV で次の新シナリオのカバーイラストみたいのが出ると思うんですけども、それで少しシナリオの要件は分かるんですけども、まあシナリオのね新シナリオ分かったとしても、まあ結構性能的には強さは変わんないかなというふうには思います。はい、ということで軽く見ていきましょう。まずですね、まあ、今回いろいろ強いところがあるんですけども、成長率も申し分なく強いです。スピ20パワー10ということで、このねスピ20あればスピ1デッキでいけますし、やりやすい、スピも届かないよっていうことがあまりなくなりますし、パワーあるところね強いです。そしてさらに強いところなんですけども、デュランダル今回ね固有イベントに切れ物があります。いつも言う勝負服イベントというものは幸運体質が今回デュランダルです。これも新しいところでですね、まあ、このねバスで保護できるっていうところも勝負服でつくんですけども、それじゃないイベントにさらに切れ物があるという感じで、まあ例えばまあマヨントップガンみたいな感じでですね、他で切れ物も取れるタモクロスとかね、そういう話になっているというねところです。はい、であとはですね固有見ていきましょう。固有はですねこんな感じです。まずね条件の解説なんですけども、最終コーナーで追い抜きっていうところをするっていうのが発動の条件です。で出るところがラストスパートという位置で、まあ言えば全身全霊みたいな感じのところで出るみたいなねイメージです。でそこで速度が上がるということで、そして条件満たすとすごくになるということでですね、すごく固有持ちというところで最終の火力もあったりします。でこれがですね、まあこういうね多段条件になっているので、まあ分かりやすく言うと、まあとりあえずですね追い抜き条件のこれを満たせば最低でもこっちは出ます。で速度普通の分の固有は出るという話で、短距離構えるの中段っていうところを、で満たせばですねフル火力になるということで、すごく固有になるには、まあこっちはねもうコースで満たしていますので、この順位条件ね特にチャンミでは4位とか5位とかにいるときにフルの火力になるという話です。はい、で次進化スキル見ていきましょう。進化スキルもやっぱね書いてることが強いなという話です。でこれも単純に終盤迫った時のものすごくということです。で順位も関係なしで出せますよということで、まあ、UO 邁進の追い込みバージョン的な感じでものすごくですね、さらに終盤迫った時なので接続も狙えてきます。そうすると電光石火のトリガーにも一応ね、狙っていけるよという話です。で持久力使う部分はマイナス 3% のね消費があるという感じで、まあこれも短距離であればもう気にならないかなという話になっておりますし、マイルでもまあものすごくなんでね強いからという話です。はい、で次進化スキル電光石火ですね。こちらもですねまず簡単に言うと、この後方でという電光石火の条件がなくなります。なくなるのでこうね順位不問になっていくという感じで、ここがルビーちゃんと似ている、ルビーちゃんは他には早めっていうところのね別条件でも出せますが、そっちはないんですけども順位が不問なので、なんかそのね前で過ぎることもまあ一応気にしなくても大丈夫ですということです。あとは最大値になる条件はその時に最終コーナーであることですね、そういうところで出せばですね加速がさらに盛られまして、5000の2秒という風になってきます。で最終コーナーじゃなくても普通にね4000の2秒の加速出せていくという話です。はい、でこのねスキルも含めてですねコースも少し見て解説させてください。でまずはですね短距離で強いというところで、スプリンターズステークス中山芝 1200m というところではこんな感じになります。こちらルネさん馬娘ラボからの引用なんですけども、例えばですがこのね、ものすごくの進化スキルをこう出して接続していく、でここで電光石火を出す、最終コーナーなんで火力も上がっていきますよという感じで、強いで固有がですね、まあラストスパートのところで出しましてすごく固有ということで、まあこのね中山1200のチャンミで強いんじゃないかなというねところです。はい、で次高松の夢記念ですね。中京1200というところですね、この場合なんですけども、その電光石火が最終コーナーでの火力を上げるっていうところの部分がですね、ここ最終コーナーじゃないので高松だとまあ史実2着だったということでね、そこが発揮されないよと思う方もいるかもしれませんが、ここはですねそのね電光石火のさっき言ったね4000の部分は出て、そしてあとはここで迫る影ね使えますので、迫る影もしくは迫る影まで積まなくても直線一気使えますので、そのプラスが使えるということで、中京でもその最終コーナーでね電光石火が上がるっていうのはないんですが、その迫る影とかを詰める分ですね全然やれるよという話です。なんでここがですね最終コーナーなので、高松ではこっちの方まではならないとしてもですね、こっちプラスこれプラス迫る影っていうのがねできるよという意味です。はい、で次東京マイルですね。安田記念などです。
で安田記念などもですね、ここで耐震とかを出してた時とかね、思い出してもらうと、そういう感じでですね、ここも迫る影を使えるという話です。でこの東京戦六の場合、終盤の位置がですね、まあここという感じです。ここの位置が8メートル後にもうね終盤が来るので、迫る影有効です。なので、まあ、このね、最終コーナーで早めに出せば電光石火も火力上がりますし、まあ、迫る影も活かせますよっていう感じでですね、マイルの場合、東京が一番ね、結構やれるんじゃないかなというところです。あとはですね、他のマイルでもですね、まあ、阪神の例えの例で出しましてもですね、まあ、ここですごく、ものすごくの接続を狙いつつ、電光石火火力上げて出していって、こういう、すごくね、出していくということでですね、ちゃんみで強く使えるかなという話です。で、あとはダートのところの解説なんですけども、川崎ダート1600メートル、全日本2歳優駿ですね。これの、もしね、条件が来た場合ですね、この場合、この終盤位置が、このね、直線の部分になってきますので、ここでまた迫る影を使えるということでですね、ダート魔改造しても強いところありますよっていうところが、ここでですね、この条件やった場合は、このね、加速ね、コーナーの加速があまり使えないっていう感じになってきますので、そういうところで迫る影も積みつつっていうところでやっていけるかもしれません。ダートの場合は対面がですね、まあ、リッキー対決になって、たる前は 1800m とかで、中距離っぽい方が強いので、リッキー対、魔改造デュランダルっていう風にこの条件だとね、なる可能性があるということです。はい、そんな感じですね、引くべっかまとめていきたいと思います。引くべっかに関しては、まあ、チャンメでは強いんですけども、まあ、時期がという話ですね。まあ、次のロイチではね、逃げを使うっていうのがね、上位勢は多いでしょうし、あとは一番はやっぱ新シナリオ前ということで、ジュエルをですね、ここでいろいろね、まあジェンティルドンダなどで削られた後でですね、使うのなかなか難しい時期かなということです。なんで今回のねデュランダルまとめると、まあちゃんみで強い馬娘、 LOH はですね、やっぱ埋却室になるということです。なんで、まあ個人的評価を言いますと、個人的にはデュランダルめちゃくちゃ欲しいです。ルーマッチやってもですね、めちゃくちゃ後ろからですね、爆発的な火力を出してですね、まくってくるっていうのが短距離やマイルではね、見ることができて、ちゃんみでいけそうだなと思っております。であとは正月の引き換え券があってくれっていうね、祈りもありますけども、そこあればですね、そこで私は引き換えようと思っております。他にはまあオプション情報としては、年度ガチャというのはまあ正月ねあるかなという話なので、ここがですね24年の新春ガチャね、これね4年バージョンの正月ガチャの当たり枠として、まあ開けといて、優勝でこっちねちょっとね出た時に嬉しいなってやるのもありかなというふうに思っております。はい、であとはですね、短距離で言った場合はね、まあどういう馬娘持ってるかでも判断してもいいと思います。例えば短距離ね、こう想定していくと、まあバンブーでチャンミでね、加速力を生かしていくとか、まあパールも強いですし、待機シャトルとかもまあやれるかなという話で、あと通常ルビーとか出てきますので、そういうところでねやっていくのもですね、ありっていうところなので、まあそこで判断するのもありだと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回ですね、まあ性能的にはかなり強いんですが、結構ジュエルがね、私もね、ジェンティルも天井、シーザリオも天井だったんで、なかなか厳しいということでですね、欲しいんですがというところですが、ちょっとね引き換え券含めねやっていきたいというのが個人的にはあります。で、あとはパカライブ言ってたやつですね。これでですね、まあシナリオも見れることもありますし、次がですね、更新日に今このやっているガチャ、プラス、まあ、デュランダル、プラスパカライブ TV 発表の、まあ、ハロウィンガチャっていうところね、またね、複数種類から選べるっていう感じになりますので、そこでね、判断するのもありということなんで、参考にしてみてください。はい、であとは最後にセレクトのサポートカードガチャの方行きたいと思うんですが、まず言いたいところ、 3.5 周年アニバーサリーセレクト何回やるんだいっていう話なんですけども、こちら結論から言うと、まあ、優勝で10連でね、この二次確定の部分だけ、まあ、引くならありかなというところです。まあ、サポカ的にはね、例えばね、オルフェーブル・マックイーンとかがまだね、凸の空きがあるなら、こういう風に入れたりしてね、そのね、確定分を狙っていくのはありかなというところですけども、まあ、他ね、エル・コンドル・パサーとかもまだまだ使えるとかはあるんですけども、やはり新シナリオのガチャがね、引くっていう方が、今からね、考えるとね、やっていくことがいいと思いますので、まあ、シティとかいろいろあるんですけども、なかなかね、ここに100連とか200連とか引くよりは、新シナリオになってくるかなという風に思いますので、まあ、そういうところでですね、次のシナリオっていうところを意識してやっていくといいと思います。
はい、ということで最後までありがとうございました。のちん TV でした。まあ本当はね、今回デュランダルに関してはめっちゃ欲しいんですけども、難しい時期ですが、皆さんはどういう風にするかとかもコメントよろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。よければ最後ね、高評価コメントしていってください。のちん TV でした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。またな、バイバイ。